あのねいつきちゃんがさあのねいつきくんこの前はカブトムシ描いたでしょだからね今度はセミ描こうっていうんだよみんなセミの形って知ってるどんな形してるなんかさセミさんってさなんかこの前森に行ったときに。 セミさん探したんだけど、なんかこうなっててね、こうなっててね、この中からね、ミミ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 ミて声だけ聞こえるんだよ。声聞こえるんだけどさ、どこにいるんだかよくわかんない。すっごい大きな声なのにだよ。びっくりしちゃうよね。でも。 なんか、前にね、セミさんね、なんかね、夏の終わりにね、道にね、落ちてるの見たことあるの。でね、そのセミさん見たらね、パッポ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 パッポ5つだ、5つだ、もうすぐ、もうすぐ、いつきちゃんの授業が始まるよ。うんっとね、 どこまで話したんだっセミそうそうさ,さんの形はたぶんなんだけどこの中からこうやってこうやって見てるんだよ。こうやって見て見でえっとセミさん何食べてるかよく知らないんだけどなんかねこ,こんなのだった気がする。 みんなえっといつきちゃんが足前こうだって教えてくれたからせみさんもこうかなこんなのがいっぱい木の中にいて「めん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 」ってうってるのすごいね。 うん、セミさんどんな形知っしているか知ってる人いたら教えてあとねセミさん何食べてるか知らないのセミさん何食べてるか知ってる人もいたら教えてじゃあね宇宙人のいつきでしたまたねバイバイ